さっぱりとした柑橘で味わうもっちりした食感。今が旬の高知の味覚、メジカの新子です。メジカの新子とは生後1年未満のソウダガツオの稚魚のことで、例年8月下旬から9月下旬までの短い期間しか出回らないこの時期ならではの味覚です。今年は去年より早い8月上旬頃に取れ始め、まだ小さめですが例年よりも多く取れているということです。その新子を味わえるのがここ、呉大正町市場にやってきました。では行ってきます。市場内に去年からお目見えしたのがメジカ横丁。4つの小屋があり、それぞれの小屋で店の人がメジカの新子をその場でさばいて提供します。メジカの新子は鮮度が命で、水揚げされたその日でないと食べられないため、県外ではほとんど流通することがありません。中土佐町では主に皮や血合いを取り除き、高知県内で栽培される柑橘ブシュカンをたっぷり絞って味わいます。初めていただく新子、気になるそのお味は？いただきます。弾力があってもちもちしてます。さっぱりとした酸味のあるブシュカンとの相性も抜群ですね。いや、初めて食べたんですけど、これはやみつきになりそうな美味しさです。訪れた人は心ゆくまで旬の味を楽しんでいました。美味しすぎる。うまいです。このもちもち感がね、この時期しか食べないんで、やっぱりこれはね、あれですね。ここに来て食べるのがやっぱり美味しいんで、ここにわざわざ来て食べてます。一方、メジカの新子の人気の高まりを受け、今年から市場には新たにモニターが設置されました。このモニターではその日呉の町で新子を提供している店をチェックすることができます。また中土佐観光協会のサイトでも同じ画面を見ることができ、スマホで手軽にメジカの新子の提供状況を知ることができます。沖縄からも北海道からもこれを食べに来ましたって言って、結構全国から来ます。どこの県でも食べるんやったらいいけど、持ち帰りができるお魚となったらやっぱりみんな珍しいわね。この無習慣かけて食べてね、うん、初めての人はみんなかね、やっぱ感激するで、こんな初めてや、うん。中土佐町呉大正町市場では9月下旬までメジカの新子を楽しめるということです。